バッセルザカリア・ジラディは、デンマーク・コペンハーゲン出身のサッカー選手。キプロスファーストディビジョン、アポロンディマソール所属。ポジションは MF。レバノン代表。レバノンからの移民の両親のもと、デンマークのコペンハーゲンで生まれた。ボルクルペンアフ1893でキャリアを開始し、2012年に AB コペンハーゲンのトライアルを受け、クラブと1年契約を結んだ。その後、 2012から13シーズン終了時に FC のアシェランに移籍し3年契約を交わした2014年7月エリテセリエンのストレームスゴトセトイフに移籍した2016年1月シーズン終了までリールストロムにレンタルされた2017シーズンジラディはリーグ戦通算10得点7アシストを挙げリーグサポーターが選出するリーグ最優秀選手賞に ノミネートされたが、2位という結果に終わった。2018年8月11日、プルバエ HN ウェルのハイドクスプリトに移籍し、2年契約を結んだ。2019年5月10日の NK スラベンベルポセンで初ゴールを記録した。2021年6月22日、アポロンディマソウルに移籍した。ユース年代ではデンマークを選択していたが、2018年11月、 レバノン代表に招集され、これに応じたジラディはこれ以降レバノン代表として出場している。2018年12月には AFC アジアカップ2019に参加している。ありがとうございます。